これね、一番の弱点としてアームレストがないです。アームレストがないんで、まあそれはね、後日作ろうと思ってるからまあいいんですけど。どうもこんにちは。今回はですね、軽バンのアームレスト、これを作ってみたいなと思ってます。でね、材料を買ってきたんですが、ちょっとね予算がないので基本的に端材を買ってきてます。で、なんて言うんだろう、これなんかよく最近 DIY で使うようなやつありますよね。これこの端材、これがまず3つ、それとですね、なんかこの木の端材、これが1つ。値段なんですけど全部50円です。50円なので、これ4枚で200円と、まあね、そんなに大きい木はいらないので、これで十分じゃないかなと思います。それとあとね、ちょっとこれサイズが大きいんですが、2センチの厚みで50センチ×50センチのウレタンフォーム、結構大きいでしょ。この用途としてはですね、汎用クッション材と書いてあります。固めのスポンジってのはあったんですが、スポンジになるとこれがね305円なんですけど、スポンジになるとですね1300円ぐらいに一気に値段が上がってしまったので、このね安いやつを使います。それと、あとはネジ、16本入りで110円で、あとね蝶つがい、ちっちゃいやつです。これが 25mm の蝶つがいで、値段が198円と。それと最後にですね、このウレタンフォームの上に貼る布、これは、まあ、100均でいいんじゃないかなと思うので、ちょっと後で買ってこようかなと思っています。ということで、まず最初にですね、これを基盤というか、なんて言うんでしょう、基礎みたいな感じにしたいなと思うので、まずねこれがどんな感じではまるかっていうのを見てみようかなと思います。はい、こちらがですね、アームレストがない状態の運転席と助手席の間です。でここにねちょっと隙間があるんですよ。隙間があるのでここにはめようかなと思ってます。測ったら1センチぐらいだったんで入ると思うんですが、はい、こんな感じ。ちょっときついですけどね、きついですけど入ってます。で、ここも干渉はしてないのかな、お互いにしてないっぽいですね。このままだとですね、サイドブレーキが上げづらいんじゃないかなということで、サイドブレーキを上げるとここまで上がります。なのでこういう感じで切り抜いちゃおうかなと今考えているんですが、この辺にしようかな。この辺から来てここですね、ここを通ってこの辺ぐらいまで切りますよと、という感じで多分大丈夫だと思うんですけどね。まあこの辺はですね、例によって適当なので、まあこれで切っちゃいましょうか。これもね、本当はねフリーハンドでやるようなもんじゃないんじゃないかなと思うんですが、まあこの辺はフリーハンドでいきます。はい、こんな感じですね。多分こんな感じで切り抜いちゃえばいいんじゃないかなと。まあね、この辺はね相変わらず適当なんですが、次の工程に行ってみます。はい、ですね、ジグソーで切ったものなんですが、こういう感じで収まるようになってます。でこう収まるんですけども、ここのカバーが、こんな感じで止まってるんですが、外しちゃおうかなと思います。まあ一応ですね、先にこれを切っちゃいましょう。同じように印をつけてきます。はい、これで同じものができるはずなので、あとは切るだけと。さあそういうことで、とりあえずジグソーでどんどん切っていきます。先ほどの2つのパーツにプラス、これが後ろ側に来るパーツで、これが、それぞれですね、前の部分、そこにつくパーツを切り出しました。これをくっつけていこうと思います。
ちょっと乗ってもらって、はい、失礼します。どう？あら、ほら、二人乗りしても大丈夫。ええで、結構安定してるじゃろこれ。うん、多分二人の重さが勝っとったらここから動くことはないと思う。じゃあどうですか、ちょっと快適になったんだな。うん、これサムネにしようかな。え、あ、いいよ私の、うん、ほな、あ、ほつれとるん、やだ。はい、ということで車中泊仕様にするためのまず第一歩、運転中に快適にするためにアームレストを作ってみました。運転席にいる人も助手席にいる人も使えるようにしたんですが、こういうのはですね DIY ならではのものなんじゃないかなと思います。まだですねやることが山ほど残ってますので、どんどん車中泊仕様に変えていこうと思います。それでは